ただいまから市長定例記者会見を行います。市長お願いします。はい、今日は私の4期目の初日ということですので、若干4期目の抱負というような形でお話をさせていただきたいと思います。先ほど職員の前でもお話しさせてもらったんですが、私は今回新潟市の可能性を最大限に切り開くということを訴えて、市民の皆様からご理解をいただけたというふうに思っています。新潟市の可能性、一つは本州日本海側のセンターにあるということで、3年半前の 3.11 大震災で新潟の救援拠点としての機能、極めて大きいということが明らかになりました。これをさらに今後首都直下あるいは南海トラフなど太平洋側が広範囲に被害を受けることを想定せざるを得ない状況ですので、新潟が平時の拠点化を進めて、いざというときは最も頼りがいのある救援拠点になってほしいという声、これが永田町あるいは霞が関からも寄せられているというような状況であります。そのことが国土強靭化の地域計画第一次モデル団体に本州日本海側で唯一新潟市が選ばれたということにも重なっていると思うので、この地域計画をしっかりと作り、また足元の安全度を高めながら防災救援首都となっていく取り組み、これを推進をしていくということが一つです。また蟹本海のセンターということで、先輩たちが蟹本海あるいは北東アジアの経済圏、この構想に取り組み実践をしてきたわけですけれども、残念ながら今の日中韓の関係、戦後最悪というふうに言われています。日中の首脳会談が先日実現したという明るい様子も出てきているので、我々来年は日中韓の文化交流拠点都市、東アジア文化都市に内定をしていると、今月末におそらく正式決定ということになろうかと思いますが、そういう機会を捉えて新潟から日中韓の関係、この局面を大きく改善していくんだという取り組み、新潟が平和共生交流のセンターになっていく、そんな取り組みを来年の東アジア文化都市に重ねていきたいというふうに思っています。また2点目ですけれども、日本一の大農業都市新潟、これが農業戦略特区にしていただけたと、年内に第2回目の区域会議、これを開催いただいて正式な計画、これをスタートさせていきたいというふうに思っています。これについてはすでに特区効果というか、さまざまな情報あるいは提案が民間などから寄せられているということですので、規制緩和規制改革に関わらない部分はどんどん進めて、6次産業化あるいはそこにさらに12次産業化といった大きな方向、これを市民にお示しをし、農村地帯田園で付加価値が取れるあるいは雇用を生むという取り組みに結びつけていきたいというふうに思っています。3点目ですが、人口問題の適切かつ迅速な対応、これが全国で求められているわけですけれども、新潟市の場合は超高齢超少子社会の対応には新潟の誇る地域力市民力を活用させていただき、可能性を最大限に広げていきたいというふうに思っています。超高齢対応では4年間で特養戦勝整備前倒しということで、しっかり土台を作ってきましたが、今後は身近な地域で医療介護が受けられる、そんな小規模多機能型施設のきめ細かい整備というものに重点を移していきたいと思っています。その小規模多機能施設に看取りまでやっていただける医療チーム、訪問看護チームあるいは介護チームがそこと結びつくと、そしてお年寄りはやっぱり最後は自宅で迎えたいという方が 60% 以上いるわけですけれども、その望みが叶う方は 10% ちょっとと、このギャップを埋めていく必要があると、特に団塊の世代75歳以上になる10年後を見据えて今から取り組む必要があるというふうに思っています。新潟はこの新しい支え合いの仕組み、国は地域包括ケアシステムと呼んでますけれども、これを構築元年ということで今年度位置づけ、各地域でモデルの取り組みがスタートすると、
これを来年に結びつけ、おそらく再来年度が介護保険制度の要支援を新潟市が責任を持つ時期になろうかと思いますので、それに備えていきたいというふうに思っています。ここで要支援の特に生活支援の部分をできるだけ地域で頑張っていただきたいということで、これが今回のモデルにも小麦協賛などが数多く手を挙げていただいている、まあ、そういう大変心強い状況があるというふうに思っています。そして超少子化の方、こちらの方はまあ、どうすれば望む方が結婚され、そして望むだけのお子様を安心に産み育てられる新潟になれるかということで、これはまあ非常に多様な取り組みが必要だというふうに思っています。全国市長会の少子化対策委員会、私も委員にさせてもらってさまざまなものを学ばせていただいていると、まあ、ありとあらゆることをやっていく必要があるなというふうに思っています。特に今までは都会ではやっぱり待機児童ということが大きな課題になっているんで、この待機児童をなくすというところに全力を挙げてきたわけですが、本当はその前にやっぱり結婚できない方々、この方々がどうして結婚しないのかできないのか、これをしっかりと我々聞き取り調査などをやっていく必要がある。そこにも有効な支援がきっとできるんだろうと、これを早期に把握をして実施をしていきたいと思っています。そしてこれはいいことかどうか分かりませんが、結婚をしてそして出産されると一旦職場を辞めてしまわれる、希望されて辞められる方は結構なんですけれども、職場の観光とかそういうもので辞めるようなことがあってはならないというふうに思いますし、また望んで辞められた方もこれは今度は保育園保育所の整備以外の支援が必要になると、そういうあたりも我々どういう支援が有効なのか、これを把握しながら進めていきたいというふうに思っています。そういう中で当面待機児童ゼロ、これを守り抜き、また年度内の0歳児1歳児などへの対応もより充実させていきたいというふうに思っています。子ども医療費助成、これは来年度から拡充するということでしっかりやってまいります。子育てするなら新潟市と言っていただける、そんな新潟市にさらに前進をしていきたいということであります。またひまわりクラブが今まで小3までが今度は小6まで対象を拡充するということで、これに対する対応、これもしっかりやっていく必要があると思います。ここについてもすでに東区で2つのコミュニケーションがひまわりクラブここの運営をやっていただいている、また南区でも小さいものをやってじゃあ自分たちでやろうということで取り組んでいただいている、そんな地域での子育て支援、これをさらに拡充していただきたいというふうに思い、その支援をしてまいります。そんな形で超高齢超少子社会を乗り切っていくということを、ここにまあ大きなエネルギーを注いでいきたいというふうに思っています。さらに新潟県の特徴として、毎年人口が1万6000から1万7000人減っている、そういう大きな人口減少は北海道の次じゃないですかね。これはやっぱり非常に新潟県の問題だというふうに思います。その中でも18歳22歳の方が首都圏などに大量に流出する、そのことを我々新潟市がやっぱり人口のダムとなっていく取り組みを大きく前進させる必要があるというふうに考えています。18歳はまあ新潟市流入の方が多いわけですけれども、さらに大学あるいは専門学校、この拡充新設を支援していく、そして高卒の方が胸を張って働ける職場、まあ、6次産業、食品あるいは交流産業分野、これかなり可能性があると思うんですけれども、そういうところを充実していきたいと思います。また22歳人口については残念ながら新潟市も流出超過ということなんで、これはもう働く場の問題ということであります。先ほどの6次産業、12次産業、食品あるいは交流などの分野に加えて、
21世紀の新潟を支える新しい産業の柱として航空機部品産業なども今後より積極的に取り組んでいきたいというふうに考えています。そういう多様な働く場づくり、ライフインフラの部分も地方の小都市ではすでに子育てあるいは看護介護、この大事なところに働く人がいないという状況が出てきている。これを新潟市、その波が来るようではもう大変ですので、ライフインフラの部分の働き手、これもしっかり新潟に居ついていただけるように支援をしてまいります。そういう面で、これから新潟で暮らす、新潟で働いていただく、そういう分野の魅力をですね、我々もっと若者にお伝えしていく必要もあるんじゃないかというふうに感じています。東京暮らしと新潟暮らし、どちらが21世紀にふさわしい暮らしなのか、これを各種データでしっかりと見てもらい、新潟暮らしのいいところはさらに磨きをかけアピールをする、新潟暮らしの弱点というものを、これはできるだけ早期にそれが克服できるように総力を挙げていくという取り組み、その象徴として新潟暮らし奨励化という新しい組織、これを東京事務所と連携しながら市役所内に設けたいというふうに思っています。そんなことで4期目、新潟の可能性最大限に切り開く取り組みを全力で推進をしていきたいというふうに思っています。またもう一つ2点目の部分にも絡むんですけれども、超高齢社会への対応ということで、やはり健康寿命の延伸ということが重要になります。新潟の場合は平均寿命女性ナンバーワン、しかし健康寿命は第7位ぐらいにランクダウンする。男性は平均寿命大体真ん中ぐらい、10番前後、政令市の中の10番前後なんですが、こちらも健康寿命がさらにランクダウンして下から数えた方が早い3、4番目と、これは具合が悪くなってから最後を迎えられるまでの年月が新潟市民は長いということになります。これはご本人ご家族の負担が大変だということですので、健康寿命の延伸に大きな力を注いでいきたいと。そのためには健康づくりとまちづくりを連動させる、歩いて楽しく自転車や公共交通で移動しやすい街、これをやっぱり作っていくことが必要だというふうに考えています。そういう面で新潟の公共交通、JR と新潟交通のバスということになるわけで、これは我々の同規模の都市と比べるとかなり公共交通が貧弱であるという状況、これは否めないことだというふうに思っています。これを改善していく、それが新バスシステム BRT ですということで、このことについてこれからよりご理解を市民の皆さんに積極的に説明させていただくということに全力を挙げていきたいと思います。我々が目指す街、これはやっぱり地域それぞれの街中にお年寄りが憩い語り合う、またそのそれぞれの街中で子どもたちや若者の歓声が響く街、これを我々は目指していきたいと。ヨーロッパの街は30年ほど前にはほとんど日本と同じマイカーでなければ動けない、大変に不便であり、また道路にはもうマイカーが何レーンも駐車をしてレーンを塞いでいるというような状況でした。それを30年かけて LRT にしたり BRT にしたり、基幹公共交通軸を作って、そこにパーク&ライドなどの形で街を歩く人にとって、また街を憩える、そういう空間にしていったという取り組み、これをぜひ新潟もやらせていただきたいということが新バスシステム BRT なんですということを、まずこの大前提を我々、もっともっと訴えていく必要があるかなというふうに思っています。いろいろなご懸念ご不安、これも選挙を通じてお聞きしました。
大体のところは私ども説明しきれるというふうに思ってますけれども、やっぱり一番は乗り継ぎ乗り換え、これが不便だという声、これについては本当に申し訳なく思うんですが、国の支援を得て新潟市が乗り継ぎ乗り換えの負担極力少なくするという形でやらせていただく、これをお認めいただかないと持続可能なバス交通がやはり作れないんだ、作れないということもしっかり訴えていきたいと思います。やっぱり全国の都市で乗り継ぎ乗り換えがなくて公共交通が発展しているという街は残念ながら見当たらないわけなんで、ここでは地域の皆様のご理解を得て、最小の負担で乗り継ぎ乗り換えをにご協力をいただきたいと、そのご協力をいただかないとこれまでの10年間あるいは20年間大変多くのバス路線が廃止されてきたと、バス路線が廃止されるとこれは区バス住民バス、今もそのご不便をおかけしている地域が多くて恐縮なんですけれども、そうなると乗り継ぎ乗り換えの不便のレベルではなくなるということも間違いない事実なんで、そんなこともお伝えしながらご理解を広めていく、そんな取り組みに全力を挙げていきたいというふうに思っています。そして次の案件が新バスシステムの反復型意識調査ということであります。反復型意識調査、これは市民の皆様にアンケート、そしてその回答を繰り返し行っていただくことによって、新バスシステム BRT どんな点に不安や懸念をお持ちなのか、それを把握させていただき、そこにまた的確な情報を提供させていただくことで、対象者の理解度がどの程度上がっていくものかということを検証する、そのための意識調査であります。調査対象は市内に住民登録されている方の中から無作為抽出で16歳、高校生以上の方約5300名を予定しております。できるだけ早期に実施できるように作業を進めているというところであります。そして今後、ありとあらゆる機会を捉えて、私あるいは副市長、区長が新バスシステム BRT のことについてご説明をさせていただくということをやっていきたいと思います。いまだに乗り継ぎ乗り換えで料金の負担増が発生するのではないかとか、乗り継ぎ乗り換えが出ていない路線についても担当課にうちの路線が乗り継ぎになったというのは本当かというような問い合わせが数多く来ております。材木協定でこれらのことについてはしっかりお答えできるという段階になってますので、そのことをしっかりとお伝えしていく、またどうしても事業効果が薄いんではないか、負担が大きいんではないかということについても、これは今後の5年間新潟交通がバスの営業走行キロ数をキープするということは大変大きな効果があるということで、事業効果が極めて高いと、我々は市の持ち出し6億5000万円程度で新バスシステム BRT をスタートさせることができると、これをやらないと5年間でまた営業走行キロ数が減らされて路線の廃止減便が当然想定されると、これに対して的確に対応していくと20億円以上のお金がかかるということであります。これらをしっかりと説明していくことも今回大きな課題にしていきたいというふうに思っています。今回一番大きな額では70億円にも上る BRT 導入、これは無駄遣いだということをおっしゃってた方がいらっしゃいました。この70億円というのはどこから出てきたのかというのをちょっとチェックしましたら、 BRT が新潟駅南に延伸する第2期区間終了、この15年間に想定される事業費ではないかというふうに思われます。この事業費は国から半分以上の補助がいただけますので、新潟市の持ち出しは最大で31億円程度ということになります。この15年間また減便廃止などに対応していくと、おそらく100億円前後のお金がかかると、
まあ、つまり BRT 新バスシステムの方が事業費が3分の1以下になるんだというようなことを、これもしっかりと我々ご説明をしていっていく必要があるかなというふうに思っています。材木協定締結したんで、各区の路線、これが大体こういう形になりますと、まだ正確なダイヤまではご説明できませんけれども、大体の路線図、そして朝晩、昼の状況、これについてほぼ説明しきれるということになりましたので、徹底的にご説明をさせていただくということで、我々対応していきたいと思います。次の案件です。新潟港総選挙の実施ということであります。2019年の新潟港開港150周年に向けまして、港町新潟の誇り、これを共感してもらい、また新潟港の優れた景観魅力、より多くの市民に伝えていこうということで、新潟市共同事業提案モデル事業として NPO 法人の新潟港姉様クラブと市が共同で実施するものであります。お配りしてありますチラシの裏面に掲載してある20の風景、新潟西港周辺で働く事業者の皆様から推薦されたものであります。公式ホームページで動画を見ることもできるということであります。この中からこれぞ新潟港、これがいっちゃん好きという風景を一つ選んで投票していただくというもので、投票期間は12月31日年末までと、市民に限らずどなたでも投票が可能ということであります。詳しい投票方法はお配りしてあるチラシに記載してありますので、後ほどご覧いただければというふうに思います。投票結果は平成27年1月30日金曜日に、港ピア内のポルトカーブドッチで開催いたします発表会で公表されます。普段はあまり見ることのできない風景、これも多数ありますので、新潟港の魅力が再発見されるのではないかというふうに期待をしております。大勢の方から投票をお願いしたいと思います。最後の案件です。水と土の芸術祭2015市民プロジェクトの募集ということであります。来年開催します水と土の芸術祭2015を一緒に盛り上げていただく市民プロジェクト、これを本日から募集いたします。市内においてアート作品の展示やパフォーマンス、市民劇や神楽など水と土の宝物を発信できるような企画を行う団体、ぜひこの市民プロジェクトに応募いただきたいというふうに思っています。募集期間は来年の1月16日金曜日までで、芸術祭実行委員会にて審査させていただいた上、採択したプロジェクトを支援してまいります。対象事業についてはお手元のリフレット記載の通りであります。今回の特徴といたしまして、東アジア文化都市、この候補地に選定されていることを受けまして、中国韓国をはじめとする東アジアの文化交流に資するもの、これを追加しています。募集要項や申請書類については各区地域課出張所公民館などで配布しているほか、水と土の芸術祭ホームページ、そして市のホームページにも本日の正午から掲載します。市民プロジェクトの説明会、これについては12月8日月曜日から各区で順次開催しますので、ご関心をお持ちの方はぜひご参加いただきたいということであります。市民参加型の芸術祭に向けて、皆様のご応募をお待ちしているということであります。私からは以上です。